全国トップクラスの暑さとなった熊本市、10月中旬ですが半袖でもじんわりと汗が出てくる暑さです。手元の温度計は34度を超えています。めちゃくちゃ暑いんですけど、秋どこ行ってんっていう話なんですけど、タンクトップでもよかった後悔してます今日の最高気温は甲佐町で 32.8 度と全国で一番の暑さに。熊本市も 32.1 度と全国5位で8月下旬並みの気温となりました。熊本市は明日あさっても30度前後まで気温が上がりそうです。